ロゼリアのギター氷川さよ、妥協を許さないストイックな努力家、そして生真面目な性格ゆえにソイヤに触発され、儚いに触発される、意外と影響されやすいキャラクターだ。そしてお祭りに行くと降水確率は現在 100% の雨女。犬とかふわふわした動物は大好きです。学校での成績は優秀、弓道部と生徒会に所属し、風紀委員として学校の風紀を守っている。まあ風紀を乱しているような気もするが、趣味は特にない。しかし今でも時々言ってる、自分にはギターしかない、自分にとってギターが全てなんだろう。でも昔からポテトが大好き、最近ではお菓子作りをたしなみ、ネトゲにハマっている。ギターしかないとは一体どういうことなんだろうか。しかしさよさん、昔は双子の妹のひなちゃんに強いコンプレックスを抱いていた。自分を追いかける形で物事を始め、自分をやすやすと追い抜く妹ひなちゃん。だからこそなのか、昔はちょっとヒステリーな女の子。ただお互いが理由でバンドを始め、今の自分があることに気づく。そしていつか自分の音を見つけてひなの隣に立つことを約束する。最後に余談ではあるが、さよさんは人参が嫌いである。それは幼少期にひなちゃんの代わりに食べてあげて自分が苦手になってしまったのだ。